の試合をもちまして2020年度公式戦の全日程を終了いたしました。阪神タイガースに代表して矢野監督から皆様にご挨拶申し上げます。皆さん、今シーズンも1年間応援どうもありがとうございました。シーズン始まる前に今年は優勝すると言い切ってスタートしたシーズンにもかかわらず優勝を逃し、また巨人にも大きく負け越すという悔しいシーズンになったことに対し責任を感じております。ただ一方で選手たちはこのコンディション的にもメンタル的にもすごく難しいシーズンの中で、バッター陣は一塁までしっかり走り切る姿を見せてくれました。そして投手陣はどんなに疲れてても苦しい状況でもバッターに向かい腕を振り投げ切ってくれました。そして試合展開が苦しい状況になればなるほどベンチ内でさあ行くぞ、逆転するぞ、まだまだこっからや、そういう声を選手たちが出してくれてました。僕はその一つ一つの積み重ねがこの苦しいシーズンではありましたけど、なんとか2位で粘れたものだと思っています。ただ僕たちの目指しているところは2位ではありません。その先に行くために必要なことは僕は挑戦だと思っています。今シーズンもチームの課題として残ったエラー、それに対しても僕は常々エラーした後が大事だと、エラーしたら怖くなる、でも一歩前に出ようぜ、エラーになったら下を向いてしまう、でも顔を上げようぜ、そういうことを選手たちにも伝えてきました。この秋からその挑戦をチーム全体として取り組んでいき、その姿を皆さんに見てもらったときに、コロナ禍で皆さん自身が苦しまれている中、僕たちの挑戦する姿から私たちも頑張ろう、俺たちも一歩前に出てみよう、私たちも踏み出してみようと思ってもらえるような、そういうチームにしていきます。まだまだ現状タイガースは発展途上の未熟なチームです。さらにここから成長していくためにも皆さんの力が必要です。共に挑戦し共に強いチームを作っていく力をこれからもどうぞよろしくお願いいたします。今シーズン1年間ありがとうございました。
しょうがない。引退するわけちゃうねん。Oh.